今回はカーボン中毒部品製作として、ほぼカーボン材料で構成する超軽量サイレンサーの製作を紹介するよ。使えるかどうかは別として、思いつき部品をネタ半分で面白がって作ってみるよ。理想のチャンバー装着への道パート5で、エトスの右2本だし、チャンバー用にカーボンサイレンサーの自作を紹介してるね。元のエトスチャンバー用のサイレンサーを参考に、細くて長いタイプのカーボンサイレンサーでシュッとしたルックスでいい感じにできた。でもカーボンサイレンサーとは言っても、カーボン材料はメインのパイプだけで、それ以外の部品はアルミ材料を使ってた。ま、一般的なサイレンサーは中身をステンレスや鋼材を使ってるから、自作のカーボンサイレンサーの重量としては十分に軽く仕上がったね。ちなみにエトスサイレンサーもメインパイプ以外は鋼材だし、 T2R サイレンサーも中のパンチングメタルは鋼材だね。そんな中でサイレンサーの両端のキャップとパンチングメタルまでカーボン材料を使うと、どんな感じで製作できるかふと考えてみたんだ。一番の問題はサイレンサーの中のパンチングメタルのパイプで、当然そんな穴あきカーボンパイプはアリエクでも売ってない。とはいえパイプに穴が開いているだけなんで、根気があれば作れないこともない。ということで、サイレンサー両端のキャップとパンチングパイプ、メインのパイプまでをカーボン材料を使ってサイレンサーを作ってみる。まず両端キャップの前側、チャンバーにボルト止めするためのキャップを作る。以前カーボン製バックステップを作った時の余り材料として、 5mm のカーボン板を2枚重ねて貼り合わせたものをベースに製作するよ。貼り合わせたカーボン板を旋盤で丸く削っていく。ただ全体を削ってしまう前に、先にボルト止め用のタップを加工する必要があるんだ。細いメインパイプのサイレンサーだと、ボルト止めの PCD が外周に近くなってタップ穴を開けようとすると外周の壁を崩してしまう。だから先にタップを開けた後に外周を丸く成形してやらないと、うまくタップが立たない。それとこのカーボンプレートにタップでネジ山を切ろうとすると、材料が脆いからタップを切り進む時にネジ山を崩しちゃうんだ。金属材料にタップを立てる時はネジ山がしっかりしてるから、切り進む中でネジ山は崩れづらいけど、カーボン材料の場合はそうもいかない。だからしっかりと押し込みながらタップを回し進めていかないと、うまくネジ山ができない。そんな感じでネジ山自体が強くないから、ここにはヘリサートを埋め込んでネジを補強してる。辺の外周にネジがギリギリまで接近してるね。ネジができたら改めて円形キャップに成形する。旋盤で四角い板を丸く成形するのは時間がかかるんで、極力円形に近づけるためバンドソーで角を落とす。このカーボンプレートの旋盤加工はアルミなんかの金属材料とは違って、バイトの切り込み量がそのまま切削量にならない。だから適度に狙い寸法に近づいたら頻繁にカーボンパイプを当ててはまり込み加減を確認してる。こんな感じでチャンバーボディ側のエンドキャップができた。テールエンド側のキャップも 5mm 厚のカーボン板を丸く成形して製作するよ。こちらのエンドキャップにはネジ加工が必要ない分、製作するのは簡単だね。こんな感じでチャンバーボディ側とテールエンド側のキャップを旋盤加工した。次に今回のサイレンサー製作のメインになる作業で
穴あきパイプを作るためカーボンパイプに気長に穴を開ける作業をするよ。以前使った 6mm 穴が開いたアルミのパンチングプレートの穴配置をもとにドリルで穴を開けていく。作業は難しくないけど穴の数が多いからひたすら面倒な作業だね。注意したいのが穴が増えるほどパイプの強度が落ちるんで、ドリルの押し込み力でパイプが変形するんだ。アルミのパンチングメタルを巻いて穴を開けることでカーボンパイプの変形を抑えつつ穴の位置決めができて一石二鳥な加工方法だね。カーボンのパンチングパイプの仕上がりはこんな感じだね。最後の構成部品として作ったテールエンド側のキャップに接着するインナー側のパイプだね。台径 54mm のメインパイプをリベット止めするために短い外径 54mm のカーボンパイプを作ってそれを接着剤で接着する。これがサイレンサーを作るための一通りの構成部品になるね。ちなみにメインパイプはアリエクで買った外径 56mm 内径 54mm のカーボンパイプで、前回自作したカーボンサイレンサーの残り材料だね。先にテールエンド側のキャップを作っておくけど、まず円盤に短いパイプをエポキシ接着剤で接着する。それとパンチングパイプも接着する。接着にはコニシボンドのエポキシ接着剤にカーボンマットを混ぜて縦状にしたものを使ってるね。テール側キャップを一通り接着で組み立てるとこうなるね。パイプ側にもチャンバー側のキャップを接着する。以前製作したサイレンサーは両端ともリベット止めにしたけど、今回はチャンバー側は接着方式にするよ。プラスウールの交換はテール側のリベットを外すことで対応できるんで問題ない。 EFR チャンバーなんかもチャンバー側は溶接にして一体構造にしてるね。今回の消音用材料はカーボンファイバーのフェルトを使ってみるよ。大阪製作所のカーボンフェルトというものだね。普通の消音材はグラスファイバーのフェルトが使われてるけど、ここもこだわってカーボン材料を使ってみる。本来溶接スパッタの養生用だけど、前回の動画で消音材として使えることを確認してるよ。一通りの部品が揃ったんで、サイレンサーに組み立てていくよ。あ、組み立てると言ってもカーボンフェルトを巻いたインナーパイプをメインパイプに押し込んでリベット止めするだけだね。リベット止めの工具はドリルで巻き上げるタイプを使ってるね。ハンドリベッターに比べてドリルタイプは均一にリベットをかしめることができるのがメリットだね。テールエンドまでカーボンにするとこんな感じでちょっと異様にも見えるね。ヘトスチャンバー用の自作サイレンサーがだいたい 275mm、 T2R のサイレンサーが 235mm だね。フルカーボンサイレンサーはメインのパイプが以前製作したサイレンサーの余り部材なんで、全長が 205mm と一段短くなってしまってるね。サイレンサーにできたところで重量を測ってみると 179g 切りと超軽量だ。フルカーボン材料の上、メインパイプが細くて短いんで消音材も少なくて済んでるのがポイントだね。以前サイレンサーの重量をまとめた表だけど、純製品が 1156g だから片方だけで 1kg 近い軽量化になってるね。軽いからといって消音できてないと使えないから音量も測っておくよ。特定は以前の消音材比較の延長で T2R チャンバーに装着して測定する。ハイドリングで 81.1dB、
旋回転で 95.8 デシベル。1万回転で 101.6 デシベル。この測定値を以前の消音材による音量比較の表に加えてみるよ。6000回転と1万回転で音量が小さめなのは回転を上げきれてなかったからだと思う。そういった誤差を考慮すると T2R のステンレスサイレンサーで測定したものと大体似たような排気音量になってるね。NSR カーボン中毒号に装着してみると細くて短い上にテールエンドまでカーボンで黒いんで精悍なルックスになったかな。サイレンサーの長さの好みは人それぞれだけど、気分で使い分けるかひたすら軽さを追求するかってとこだね。ちなみにサイレンサーステイとバンドは位置が変になっちゃったんで暇な時にでも作り直すつもりだね。排気音はこんな感じで、普通といえば普通だね。接着剤を使っての接合部分が多いんで問題は耐久性ということになるけど、とりあえず使っていきながら確認していこうと思ってるよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。